新中川東岸から見る大杉橋、大杉橋は、新中川に架かる橋の一つで、東岸の東京都江戸川区鹿骨,骨1丁目と西岸の大杉4丁目を結び、東京都市計画道路補助第286号線を通す。初代の橋は、1961年、新中川掘削工事に伴い架橋され、原橋の下流側に位置していた。その後、 交通量の増加等による老朽化が著しく、福音も狭いことから、江戸川区新中川橋梁整備計画の第3弾として、1994年に現在の場所に架け替えられた。水系のシンボルをテーマに、水系軸と道路軸の交差点としてのシンボルとなり、開放的な空間を生かして、存在感のある橋として整備されている。共鳴でもある、 大きな杉をモチーフに、視認性の高い形態で、シンボル性と開放感が演出されている。また、沿線流域や遠方からも、首都と社長ケーブルが目立ち、優雅なハープ橋にも見える。夜間はライトアップによる光の演出がされていたが、現在は電力節約のため行われていない。大杉橋は路線バスが通っている。この路線は、 江戸川区の要望により2006年7月19日に開通し、新小岩駅東北広場、篠崎駅と江戸川スポーツランド間を結んでいる。ありがとうございます。